マーシャルプランに基づく援助物資を識別するために使用されたロゴ。欧州復興のためにアメリカ合衆国により供給と記されている。マーシャルプランは第二次世界大戦で被災したヨーロッパ諸国のためにアメリカ合衆国が推進した復興援助計画。通常は提唱者のジョージ・マーシャル国務長官の名を関してこのように呼ぶが正式名称は 欧州復興計画という。1947年6月5日にハーバード大学の学位授与式に臨席したマーシャルは記念講演の中でアメリカがヨーロッパに対して大規模な復興援助を供与する用意がある旨を表明した。これに応じた西ヨーロッパ16カ国は復興4可燃計画と援助所要額をまとめた。 報告書を共同で作成して、アメリカの援助はオグと共に、援助受け入れ機関として、欧州経済協力機構を設置した。一方アメリカは、援助政策の根拠法たる、1948年、対外援助法を制定し、実施機関として、経済協力局を設置した。援助は、旧敵国にも供与され、イタリアやオーストリアが原産国に名を連ねたほか。 アメリカイギリスフランス3カ国の占領下にあったドイツ西部も援助対象として認められた。マーシャルプランは西ヨーロッパ諸国の戦後復興に一定の貢献をし、またアメリカ企業には巨大なヨーロッパ市場を提供した。ソ連及び東ヨーロッパ諸国はモロトフプランで対抗したためヨーロッパの東西分断が加速したが、その一方で 西ヨーロッパ諸国間の統合への動きは進展した。アメリカは無償贈与を中心に100億ドルを超える援助を供与したが後半期には軍事援助に重点が移り1951年10月に施行された相互安全保障法に基づく援助に吸収された。マーシャルプランはアメリカ市場屈指の成功を収めた対外政策とみなされ、マーシャルは 計画を推進した功績によって、ノーベル平和賞を受賞した。しかし、経済史の分野ではその経済効果を疑問視する、見解が出され、議論を呼んでいる。外交史的見地からは、従来は、反共政策としての側面が強調される傾向に、あったが、新たな視点からの研究成果も現れている。一方、中華民国、大韓民国にもアメリカは、 中国と南朝鮮の工業及び農業改革の復興を援助する計画をしていたが中国は蒋介石がマーシャル将軍の調停した国境停戦協定を無視して中国共産党への軍事攻勢を行ったことでアメリカのハリー・エストルーマン大統領は中国の内戦に巻き込まれることを避けつつ中国国民が中国に平和と 経済復興をもたらすのを援助するだけであるとして、中国に派遣していたマーシャル将軍の召喚と、中国内戦からのアメリカの撤退を表明し、結果として1949年10月に、中華人民共和国が建国することになり、計画は破綻した。同時に、大韓民国も朝鮮半島情勢の悪化を理由に、計画は断念した。マーシャルプランの受益国を示す地図、 青いグラフは、各国が受けた、援助の相対量を示す西ベルリン復興工事の、様子。背後の看板には、マーシャルプラン援助によるとある1947年2月21日の、午後遅く、中アメリカ合衆国大使を務める、アーチボルド・クラーク・カーダン社の一等書記官である、MH サイチェルが国務省を訪れた。大使から覚書を託された、書記官は、 応対したディーン・アッツソン国務次官に対し、ジョージ・マーシャル国務長官との面会を求めた。しかし、当のマーシャルは、プリンストン大学創立200年祭で、記念講演を行うため、国務省を立ったばかりであった。覚書は緊急の検討を要したが、国務長官宛の正式文書を、他の者が受け取ることはできないため、応急処置として、覚書の写しを、 国務省近藤、アフリカ局長、ロイ・ウェズリー・ヘンダーソンに手渡し、商本は後日マーシャルに渡すことにした。サイチェルは覚書を2通携えていた。1通目はギリシャに関するもので、イギリスが3月31日を限りに、ギリシャに対する援助を打ち切らざるを得ないとして、年間6000万から7000万ポンドの肩代わりをアメリカに求めた。 もう一通はトルコに関するもので、軍の近代化と経済発展の両立が困難であること、トルコの戦略的、軍事的位置について、英米連合参謀本部で協議する用意があることや、トルコ軍拡充のための財政援助をアメリカが行う、要期待することが記されていた。対戦後のギリシャ・トルコ両国は、以下のような情勢下にあった。ギリシャでは、第二次世界大戦中、 共産党系の民族解放戦線と、その軍事組織である、ギリシャ人民解放軍が数軸国に対する、レジスタンス運動を展開していたが、1944年のドイツ軍撤退後に、カイローのパパンドレウ亡命政府が、首都のアテネ入りを果たすと、同政府の中心であるウハ、王党派勢力とイムヌとの間で衝突が起こった。イギリスは、王党派を援助してきたが、 これに対して内外から批判が上がった。加えて1946年から翌年にかけての冬は実に66年ぶりの減冬となったため、国内では深刻な燃料危機が発生した。イギリスは対戦で経済が疲弊した上、巨額の対アメリカ借款を抱えており、援助政策の再考を迫られていた。経済情勢も深刻で、工業生産は 戦前の40%程度に止まっていた。1946年末にアメリカを訪問したギリシャのザ・アルダリス首相はギリシャ経済の急上を説明し、今後5年間に12億4600万ドルの援助が必要であると訴えた。一方トルコではボスポラス・ダーダネルス領海峡の管理をめぐる問題が発生した。 両海峡は1936年11月以来、モントルー条約に則っ,って管理されてきたが、1946年中に改定することがポツダム会談で合意されていた。これを受けて1946年8月7日に、ソ連はトルコに覚書を送付し、国会沿岸諸国の軍艦の自由航行やソ連の軍事基地建設を前提とする、 ソ連トルコの海峡共同防衛などを提案した。トルコはこれに反発し、アメリカ合衆国、イギリスもトルコに同調した。1947年2月24日の早朝に覚え書きは、正式にマーシャルに手渡された。同日に、国務省内にはヘンダーソンを長とする、ギリシャトルコ援助検討特別委員会が設置され、 長文連邦でソ連通りとしての知名度を高めていたジョージエフケナンもこれに参加した。特別委員会は翌25日に大ギリシャトルコ緊急援助に関する国務省の立場と韓国をアチソンに提出した。報告書は安易にソ連との妥協を行わないとの現地をイギリスから取ることを条件に援助方代わりの要請を受け入れることを勧告した。 さらに2月26日に国務省、陸軍省、海軍省の3省長官会議が開催された。ロバート・ポーター・パターソン陸軍長官とジェームズ・フォレスタル海軍長官は同様の事態は南朝鮮や中国など他の諸地域でも発生しているため、これらの地域への援助も必要であると考えた。しかし議会で多数を占める共和党が 財政支出の削減を強く求めていることに配慮し、対象をギリシャトルコに限定した国務省の勧告に基本的に賛同した。会議後にマーシャルはギリシャトルコ援助案をハリー・エス・トルーマン大統領に伝達し、了承を得た。トルーマンはアーサー・バンデンバーグら有力議員8名を招き、対ギリシャトルコ援助への協力を事前に取り付けた。 同年3月12日に上下両院合同会議の場においてトルーマンは特別教書を発表した。いわゆるトルーマンドクトリンである。トルーマンはイギリスが対ギリシャトルコ援助の打ち切りを通告したことに触れ、ギリシャ及びトルコの現状について解き起こした。この教書の中でトルーマンは世界のほぼ全ての国々がいやおなく二つの 生活様式すなわち自由主義と全体主義の選択を迫られているという二元論的な外交理念を提示すると同時に武装した少数者や外部からの圧力による征服の試みに抵抗している自由な諸国民を支持することこそ合衆国の政策でなければならないと信じると語った。そしてギリシャやトルコが全体主義者の手に落ちれば その影響は両国のみにとどまらないと主張し、両国に対する経済的、軍事的援助として、1948年6月末までに4億ドルの支出と民間人、軍人の派遣を認めるよう議会に要請した。4億ドルという額についてトルーマンは、アメリカが対戦中に支出した戦費の0.1%強に過ぎないと語り、負担に十分耐えうることを強調した。 そして、自由主義世界を全体主義体制から守る責務を、全うできる国家は、今やアメリカを置いて、他にないとして、上記の提案に賛同することを議会に求めたのである。この演説は名指しこそ避けたものの、ソ連の影響力が地中海沿岸地域にまで及ぶ、ことを警戒する内容となっていた。ギリシャトルコ危機という地域問題は、この演説によって、 世界規模の問題として捉えられ、その背後にはアメリカとソ連の対立という図式が潜んでいるとする認識が同時に示されたのである。この演説は広範な支持の獲得に成功したという。しかし国務省からは演説内容に対する驚きの声が上がった。反響的な主張の並んだ走行に驚いたマーシャルは事態を課題に言い過ぎているとの電報をトルーマンに、 当てて送信した。また、ケナンは走行を読んで、これはまずいなと懸念した。ケナンはギリシャへの経済、技術援助には賛同しつつも、軍事援助には消極的であった。また、局地的問題を普遍化するかのような現時にも反対した。4カ国分割占領下のドイツ。1947年時点では、このうちイギリスとアメリカの占領区域が、 経済統合を実現していたこの頃モスクワでは、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ソビエト連邦の4カ国の外相による会談が進行中であった。旧数軸国のうち、イタリア、ハンガリー、ブルガリアなどとの講和は1946年11月のニューヨーク外相会談で決着し、翌年初頭に講和条約調印を実現した。残るドイツ、オーストリアとの講和問題を議題として、 開催されたのが、モスクワ外相会談である。4カ国は1947年3月10日から4月24日まで45日間にわたって議論を交わしたが、各国の利害が鋭く対立し、とりわけドイツの処理問題は、困難を極めた。主な争点は、以下の諸点である。対オーストリア講和問題も、一定の前進こそあったものの結論は、先送りされた。 こうして、会談は見るべき成果のないまま、議題を次回に持ち越して閉幕した。会談に出席したマーシャルは、ドイツ処理問題における、ソ連の強硬姿勢の背後には、問題の長期化は、ヨーロッパ経済に悪影響を及ぼす。それはソ連にとって、有利に働くとの意図があると見た。その確信は、チャールズ・ボーレン国務長官特別補佐官を伴って、 ヨシフ・スターリンを表敬訪問した際、いよいよ強固なものとなった。ドイツ問題の早期解決を訴えるマーシャルに対し、スターリンは無関心であるかのような回答を返した。曰く、我々は、次回には、合意に至るであろう。その時でなければその次には、モスクワからの木と、マーシャルは、ボーレンに対して、西ヨーロッパの完全崩壊を防止する手立てを、 考えねばならないと語った。1944年9月に、ヘンリー・モーゲンソー財務長官が首相した、モーゲンソープランは、ドイツの軍需産業を徹底破壊して、同国を農業国化するという懲罰的なドイツ政策を施行したが、この案は、国務省、陸軍省、イギリスの猛反対を受けて影響力を失った。2年後の1946年9月に、 ジェームズ・バーンズ国務長官が、シュトゥットガルトで行った演説、ドイツ政策の見直しでは、ドイツは、ヨーロッパの一部であって、ドイツの復興は、ヨーロッパ復興の一部をなすものであるとの認識のもと、ドイツの経済的自立の重要性が謳われた。1947年3月18日には、フーバー施設団が、ドイツの工業力を基礎とした西ヨーロッパ復興を、 大統領に勧告する報告書を提出した。在独合衆国軍政当局も占領経費削減という見地からドイツ復興を推進した。議会もこうした路線に賛意を示していた。しかし、強いドイツの復活にはフランスの反発が大いに予想された。この難題を乗り切るためヨーロッパの共同復興という案が浮上したのである。 空襲で壊滅したハンブルク市街。同志は後にドイツの広島と呼ばれたトルーマン演説以来議員たちの間から400を超える質問が紛失した。これに答えるため国務省はギリシャトルコ援助法案に関する質問と回答と題する文書を作成し議会に提出した。同文書はギリシャトルコ援助に類する援助を 他の地域にまで拡大する予定は現時点ではないと回答していた。だがそれは援助支出の増大を渋る議員らに対する弁法に過ぎなかった。実際には演説が行われた時点ですでに緊急の援助を必要とする国々を洗い出す作業は始められていたのである。6年間に及んだ対戦はヨーロッパ全体に深刻な影響を及ぼしていた。 1946年時点の鉱工業生産は、イギリスが大戦前の90%、フランスが同じく73%に止まり、敗戦国のドイツに至っては、戦前の三分の一にまで落ち込んでいた。ヨーロッパ全体を見ると、1947年時点の農業生産は1938年水準の83%、工業生産は88%であり、 輸出はわずか59%に過ぎなかった。1941年3月にアメリカは武器対応法を成立させ大規模対外援助への道を開いた。戦災地域の救済のため1943年11月に設立された連合国救済復興機関に対してはアメリカは活動資金の大半を拒出し対戦終結後は 英米金融協定に基づき37億5000万ドルをイギリスに貸し付けた。これらは暫定的な援助としてなされたものであり、国際通貨基金や国際復興開発銀行を中心としたブレトンウッズ体制へ早期に移行できると期待されていた。しかし、これらの援助だけではヨーロッパ復興はおぼつかないとする悲観的認識が次第に広がった。 戦後のヨーロッパの枠組みやヨーロッパ復興の道筋に関しては先に述べたバーンズのシュトゥットガルト演説をはじめとする多くの青写真が提示されてきた。そして対ギリシャトルコ援助打ち切りの通告からマーシャルによるハーバード演説までの15週間にアメリカ政府では対外援助のあり方について様々な検討がなされた。 その結果マーシャルプランの基本理念の形成に貢献するいくつかの案が示されたのである。3月5日にアチソン国務次官はパターソンとフォレスタルに対し国、陸、海三省調整委員会を通じて緊急の援助を必要とする国の選定を行うよう提案した。これを受けて トルーマンドクトリン発表の前日にあたる同月11日に第55回参照調整委員会が開催された。同委員会は対ギリシャトルコ援助の実施計画の検討を開始するとともに委員会内に特別委員会を設置することを決定した。国務省内にはウィリアム・エディ国務長官特別補佐官を委員長として外国政府援助拡充委員会が設置された。 4月21日に参照調整特別委員会は合衆国による対外援助の政策、手続き、費用と題する中間報告を提出した。報告書は援助対象候補国の選定を世界的規模で行い以下のリストを作成した。また1947年のアメリカの輸出超過を75億ドルと 推定し、政府の代替支出48億ドルでは諸外国のドル不足を解消できないとして、危機的諸国の経済を地域的、世界的な貿易、生産体制に再統合することを、経済政策の目標にすべしと主張した。すでに援助が計画されていた、諸地域を除くと、この報告書が主にヨーロッパへの援助を重視していた、ことがわかる。対象の中には、 東ヨーロッパ諸国の名もあった。口述するように、これら三国は、マーシャルプラン発表当初、援助の受け入れに関心を示していた。その一方で、このリストにはドイツが、援助対象として上がっていない。また、緊急性の度合いという観点から、援助対象を二種に分類し、政治的、軍事的危機を想定しているところにその特徴があった。 特別委員会の一員であったジョーゼフ・ジョーンズは、この中間報告が、直接的かつ有力な貢献をしたと評価した。ただし、最終報告が提出されたのは10月3日であり、ハーバード演説への影響を見る上で、考慮すべきは、中間報告までである。この中間報告が演説に及ぼした影響は、限定的であったと見るのが妥当であろう。なお、 参照調整委員会から援助問題について意見を求められた統合参謀本部は回答として指令文書 JCS1769-1 を作成した JCS は安全保障という観点から援助のあり方を考えておりチェコスロバキア・ハンガリー・ポーランドを援助対象から外すことを勧告するとともに戦略的重要地域たる西ヨーロッパの ことにドイツの経済復興を重視した。こうした点を踏まえて、JCS が示した、援助の優先順位は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャ、トルコなどの順位になって、おり、フランス、ドイツ協調の重要性が謳われていた。JCS1769-1 の見解は参照調整委員会に認められ、ハーバード演説の8日後に、フィリップ・モズリー委員長からマーシャルに伝えられた。 モスクワ外相会談から帰国したマーシャルは4月28日に、ラジオ放送による帰国演説で会談結果を報告した。マーシャルは、医師らが熟考している間に、患者は衰弱していると述べ、ヨーロッパ経済の今後について、危機感を炉にした。ラジオ演説の翌日の4月29日にマーシャルは、ケナンを招き、国務省内に、政策企画本部を新設して、 ケナンを本部長に据えることを伝えるとともに、ヨーロッパ再建問題の分析と行動指針の勧告を含む文書を作成するよう指示した。ケナンは5名の部下とともに、連日非公式の検討作業を繰り返した。5月15日に、政策企画本部内で行われた討議では、対ギリシャトルコ援助が決定した今にあっては、最大かつ決定的な問題は、 西ヨーロッパにあること、問題は、政治的、経済的なものであって、軍事的なものでないことなどを確認した。これらの基本方針がアチソンに了承されたのを受け、政策企画本部は5月23日に組織として、最初の報告書となる、政策企画本部文書第1号、アメリカの西ヨーロッパ援助に関する政策、政策企画本部の見解を提出した。 兄弟からも明らかなように、この報告書は、ヨーロッパの中でも、西ヨーロッパの経済復興を主眼としていた。報告書は4節8項目からなる。まず総論において、報告書は、ヨーロッパの危機の根源を共産主義の活動ではなく、戦争の破壊的結果に求める姿勢を明確にした。すなわちアメリカは、 ヨーロッパ社会をして、あらゆる全体主義運動の餌食になりやすくしており、かつ、今そこを、ロシア共産主義が付け入りつつある経済的、適応性のまずさに対する戦いを目指さねばならない。このような状況認識に基づき、援助に際して考慮すべき問題を短期と長期の二種に分けて考察した。短期的問題とは、工業用燃料の生産、供給に対する不安である。 これを解決する手段として報告書が提起したのが、豊富な埋蔵量を持つドイツタンの生産能力を回復軌道に乗せ、ヨーロッパの消費地に供給するという構想である。これが実行されれば、アメリカの問題解決能力をヨーロッパに示すことができるとした。同時に、イタリアへの緊急援助をも提言している。長期的問題とは、アメリカは、 西ヨーロッパ復興のために援助をいかなる形で供与すべきかという問題である。報告書はこの問題をさらに2分し、ヨーロッパの復興計画とアメリカによる援助計画の2つについて検討した。前者については、計画の策定は、ヨーロッパの側が主導する、ヨーロッパ諸国の共同計画とする、計画策定作業にはアメリカが関与する、国連機関を、 最大限に活用するなどの条件を列挙した。校舎については参照調整特別委が政策企画本部と連携しつつアメリカの対外政策の研究を継続することアメリカの政策立案に際しては早期にイギリスと非公式かつ秘密裏に協議しておくことが必要であるとした。なお援助の実務を担当する国際連合機関として報告書は 欧州経済委員会を候補に挙げた。ECE は国際連合経済社会理事会が下部組織として設置したばかりの機関でアメリカ・ソ連、国際連合加盟のヨーロッパ諸国で構成されていた。ソ連や東ヨーロッパが参加する以上 ECE を実施機関とすれば、 疑似進行に困難が伴うと予想されたため、提示された条件の受諾を望まず自ら脱退するか、あるいは各国経済における排他的思考の放棄に合意するかのいずれかをソ連の衛星諸国に選択させることを EC 活用の条件とする案を示した。最後の第四節で報告書はトルーマンドクトリンが二つの誤った印象を弱気しているとして、 これらを払拭するよう求めた。その印象とは、第一に、世界問題に取り組むアメリカの態度は、共産主義の圧力に対する、防衛的反応であり、また他の諸国の健全な経済状態を復興しようと、する努力は、この反応の副産物に過ぎず、たとえ共産主義の脅威がなくとも、我々が関心を持たねばならないような性質のものでは、ないという印象。第二に、 トルーマンドクトリンは共産主義者が成功を収める気配を見せている世界の地域に対して経済的、軍事的援助を与える白紙認定型であるという印象である。国務省内では援助の方針を決定するための首脳会議を5月28日に開催することが決定し、政策企画本部文書第1号がその材料として供されることとなった。 しかし会議の前日になって新たな文書が提出され、首脳らの注目を集めた。執筆者は、初代経済担当国務次官、ウィリアム・クレイトンである。1947年4月8日から10月30日まで、クレイトンは、ジュネーブで開催された第2回国連貿易雇用会議、準備委員会のアメリカ代表として出席していた。この委員会は、 国際貿易機関検証の最終案の確定及び関税の相互引き下げ問題を議題として開催されていた。また5月には ECE の創設会議が開催され、そこにもクレートンが参加していた。クレートンはアメリカの関税を1945年水準の50%にまで引き下げる権限を手にして委員会に臨んだが、イギリスは経済危機を理由として 特恵関税制度の廃止に強行に反対した。5月に至ると、アメリカ議会が、国内の毛織物産業保護のため毛織物の、輸入関税引上げ案を可決したが、これが、イギリス・オーストリアの反発を招き、会議は暗証に乗り上げた。事態収集のため5月19日に一時帰国した、クレートンは、約1ヶ月にわたるヨーロッパ視察の結果をまとめ、5月27日に、 覚書、ヨーロッパの危機を提出した。覚書は10項目の指摘事項からなる。クレートンは、ヨーロッパの危機の根源を対戦による経済の荒廃に求めるとともに、それが生産に及ぼす影響に関してはこれまで十分考慮されてこなかったと指摘した。さらにクレートンは、以下のように主張した。政治情勢は、経済情勢を反映しており、 次々と生じる政治危機は重大な経済的困窮を示しているに他ならない。都市と農村との間で成立していた近代的分業体制はヨーロッパではほとんど崩壊してしまったため自国通貨に対する信用回復が不可欠である。ヨーロッパ主要諸国の年間支払い不足額はイギリスが22億5000万ドル。 フランスが17億5000万ドル、イタリアが5億ドル、ドイツが5億ドル、合計で50億ドルに上ると見られる。イギリスとフランスは、今年の末までの未金とドルの準備を取り崩して、不足額を埋めることもできようが、イタリアはそれまで持たないであろう。第3項。強調は原文。アメリカからの援助がなければ、経済的、社会的、政治的崩壊がヨーロッパを沈めてしまうであろう。 もしそうなれば、アメリカは、余剰生産物のための市場を失うとともに、失業、強行などといった甚大な影響をこむるであろう。このような事態が起こってはならない。第5項。強調は原文。ゆえに、飢餓と混乱からヨーロッパを救うために、アメリカ国民自身が、若干の犠牲を差し出す必要がある。第7項。強調は原文。その犠牲とは、 石炭、食料、綿花など、余剰生産物を中心に、3年間にわたり、毎年60億、または70億ドル相当の物資を贈与することである。こうした援助は、イギリス、フランス、イタリアを中心として、ヨーロッパの共同計画に基づいて供与されるべきであり、これに関連してヨーロッパは、ベネルクス関税同盟のような経済連合を、組織する、必要性がある。 最後にクレートンは、我々は別のタイプの案理に陥るのを避けねばならない。合衆国がこの賞を仕切らねばならないと述べ、国際機関を通じての援助を否定した。5月28日に、国務省の首脳会議が開催され、マーシャル長官イカーチソン及び、クレートン領事館、公園国務省顧問、暴連国務長官特別補佐官、総務経済問題担当国務次官補、 ケナン政策企画本部長らが出席した。会議では、政策企画本部の報告書とクレートンの覚書とについての検討が中心議題として取り上げられた。討議は主に以下の3点をめぐって展開された。ソ連主導下の東ヨーロッパ諸国を援助対象に含めるか否か。 アメリカとヨーロッパのいずれが援助計画作成作業を主導すべきか、援助計画の実施時期と実施期間をどうするか、援助対象地域については、アメリカがヨーロッパ分裂の攻めを負うべきではないという点では、全員が一致していた。しかし、それが東ヨーロッパ諸国の参加の容認を意味するのか、田舎に関しては、ケナンとクレートンはやや見解をことにしていた。 ケナンは参加国を特定する表現は取らず、ソ連が好意的な気配を示せば参加を容認する用意があるとして、我々の手でヨーロッパに分割線を引く気はないと語った。これに対してクレートンは、西ヨーロッパは東ヨーロッパにとって不可欠であるが、逆はまならずと語り、無理に東欧を含める必要はないとの立場を明らかにした。 そして、東ヨーロッパの石炭や食料は、西ヨーロッパの復興にとって重要であるが、ソ連が、東ヨーロッパを軍事的に支配しない限り、東ヨーロッパは、外貨獲得のために、それらを西側に輸出せざるを得ないがゆえに、東ヨーロッパを抜きにしてもその資源を活用できるとした。結局、計画は、東ヨーロッパ諸国が、 自国経済の排他的に近いソビエト志向を放棄すれば参加できるような条件で立案されるべきであるとの結論に至った。東ヨーロッパにとって厳しい条件が伏せられてはいるが、この時点では未だヨーロッパ分裂は固定的には理解されていなかったことがわかる。ただし実施段階では東ヨーロッパからの参加国は現れずアメリカも無理に 東ヨーロッパ諸国を引き入れようとした形跡もないことからソ連とことを構えてまで東ヨーロッパを抱き込む意思はなかったと考えて良いであろう。計画の主導性についてはケナンは先に提出した報告書 PPS1 にのっとりヨーロッパに主導権を付与すべきであると主張したが公園やソープはヨーロッパは各国の意見を調整する資質に欠けており 統一的計画を作成できるとは考えがたいとして、アメリカが実質的な責任と主導権を掌握した上で、計画を進めるべきであると強調した。クレートンもアメリカが一定の影響力を保持すべしとの考えであった。この件に関して、首脳会議がいかなる結論に達したのかは明らかではないが、その後の推移を見る限り、ヨーロッパの自主性を尊重しながらも、 同行を注意深く観察するといった接中案が採用されたものと推察される。実施機関について、ことに ECE を実施機関とすべきか否かについても意見が割れた。クレートンは ECE はソ連の妨害が懸念されるため全く利用できないと断じ、イギリス、フランス、イタリア、ベネルクスの計6カ国による代表との予備的議論の場を持つよう提案した。 これに対しては国際連合機関を迂回すれば世論の反発を招いて計画が頓挫する恐れがあるため最初だけでも ECE に付託すべきであるとの反論が上がったこれについても結論はつまびらかにされていないがケナンが ECE をヨーロッパ復興計画のセンターとして利用したいと希望していた我々は ウィル・クレートンがヨーロッパから帰国して ECE 第1回会議でのソビエト代表の行動について報告すると深刻な雑説感を味わったと回想していることそして ECE が援助任務を担うことがついになかったことを考慮するとクレートンの主張が通ったものとみられるこうした右与曲折の末マーシャルは援助計画の発表に臨んだのである 第50代アメリカ合衆国国務長官、ジョージ・マーシャル・ハーバード大学は、マーシャルに対し、戦時中に、彼が成した功績を検証して、法学博士の名誉学位の授与を申し出るとともに、学位授与式の際に記念講演を行うよう兼ねてより、打診していた。これを受諾したマーシャルは、暴連に、ケナンやクレートンの覚書を下敷きにして、演説文を寄贈するよう命じた。 6月2日に書き上げられた総校は、アチソン、クレートンによる内容確認とマーシャルによる若干の修正を経て演説の場に持ち込まれた。6月5日にマーシャルは、大学校内に立つメモリアルチャーチの階段に登壇し、記念公演を行った。この公演でマーシャルは、欧州援助計画の構想を初めて公にした。 世界情勢が非常に深刻であることは言うまでもないと切り出したマーシャルは問題が極めて複雑であるがために一般国民にはこの深刻な事態の把握が困難になっているとしてまず援助を行う理由すなわちヨーロッパの危機的状況について説明を始めたマーシャルの演説の要旨は以下の通り先の大戦は物理的な生命の損失や都市 工場、鉱山、鉄道などの目に見える破壊のみならず、ヨーロッパの経済構造全体を混乱に、落とし入れたということが、この数ヶ月の間に明らかになった。長年の通商関係や、民間の諸制度、銀行、保険会社、海運会社は、資本の喪失、国有化による吸収、または、純然たる破壊によって消滅した。また通貨に対する信用が低下しており、 農村は食料を、都市は日用品をそれぞれ生産し、互いに交換し合うという近代的分業体制が崩壊の危機に瀕している。ヨーロッパ各国の政府は外貨を食料や燃料の輸入に当てざるを得ず、それゆえ復興のために緊急に必要とされる資金が精進してしまう。ヨーロッパが 今後3年から4年間に必要とする外国産の食料と必需品の量は支払い能力をはるかに上回っているので相当の追加援助がなければヨーロッパは非常に優々しき経済的、社会的、政治的破局に直面せざるを得ない。この悪循環を打破し今後の経済動向に対する自信を回復させることこそが問題解決のために必要である。そして、 通貨の価値と信頼性を回復させ、商品交換を促進させねばならない。我々の政策は特定の国家や主義に対してではなく、飢餓、貧困、絶望、混乱に対して向けられている。その目的は、自由な制度が存在し得る政治的、社会的な諸条件の出現を許容するような、活発な経済を世界に復活させることである。復興援助は、 危機が起こるたびに小出しになされる類のものであってはならない。いかなる政府もこの復興事業に協力する気があるならば、アメリカ政府の全面的な協力が得られることを保証しよう。いかなる政府も他国の復興を妨害しようと画策するならば、我々の援助は期待できない。アメリカはヨーロッパ復興のために可能な限りの支援をするが、計画の立案は、 ヨーロッパ自身が率先して行うべきである。また、計画は、ヨーロッパの全国家とは言わないまでも、相当数の国家の賛同を得た、共同の計画でなければならない。援助計画を成功させるためには、アメリカ国民の理解が必要である。歴史が我が国に対して、明確に課した重大な責務に、アメリカ国民が展望と自発性と思って、向き合うならば、先ほど述べた、 困難の数々は克服されるであろう。マーシャルはこの短い演説の中で、アメリカがヨーロッパから遠く離れているからといって、ヨーロッパの混乱を対岸の火事と捉えてはならない旨を述べ、援助に対する国民の理解を求めている。しかしその内容は極めて抽象的で、どの国に、どの程度の援助を、どの程度の期間供与するかは明らかではない。わずかに、 今後3年から4年間に及ぶ大規模援助の必要性を示唆する箇所がある他は援助に関する具体的な数字は一切存在しない。3月に行われたトルーマン演説ではギリシャ及びトルコへ4億ドルを援助する用意があるとしたがマーシャル演説では漠然とヨーロッパに援助を行うと述べたに過ぎず金額に至っては全く言及していない。一見すると 曖昧模ことした内容ではあるものの、この演説からはいくつかの大きな特徴が読み取れる。マーシャル演説は援助の目的を、自由な制度が存在し得る政治的、社会的な諸条件の出現を許容するような、活発な経済を世界に復活させることと規定し、自由主義経済に基づく復興が、理念の根底に存在することを匂わせている。しかし同時に、 特定の国家や主義ではなく、飢餓、貧困、絶望、混乱を打倒することを強調し、援助がソ連や共産主義を敵視するがゆえになされるわけではないと返し得る表現となっている。さらに援助の対象はヨーロッパとしており、東ヨーロッパひいてはソ連をも含むかのような雰囲気を帯びていた。ただし、他国の復興を妨害しようと格索する政府を、 アメリカは認めないとする一文を挿入して注意深く釘を刺している。計画作成に際してのヨーロッパの主体性を尊重していたことも大きな特徴である。計画が失敗した場合にアメリカが攻めを追わずに済むようにしたと捉えることもできるが自力で復興作業を行うという明確な指針をヨーロッパに与えるためとも考えられる。演説に 具体的な数字が盛り込まれなかったのは、まず、欧州の側が計画を立案し、しかる後に、アメリカが実施の可能性を検討するとしたためであると、解釈し得る。さらに援助は、各国が個別に受けるのではなく、相当数の国家の賛同を得た、共同の計画に基づいて実施されるべきであることを、と言っている。ここには、欧州各国間の対立を和らげることが、 世界の安定に資するという考えや、あらかじめ援助の配分について調整させることで、各国による援助の奪い合いを避けるという考えが反映されている。また内容こそ明示されていないものの、あくまで経済援助を実施しようとしていることが読み取れる。演説のおよそ半分は、ヨーロッパ経済が直面する問題の分析に当てられており、軍事顧問団の派遣や、 武器供与を提案したトルーマン演説とは大きく調子が異なるが、これは武装した少数者や外部の圧力ではなく、ヨーロッパの経済構造全体の混乱を危機と捉える認識に由来していた。目的が変化したのに伴い、援助の方法も軌道修正が図られたと言える。ただし、マーシャル演説はトルーマン演説と完全に断絶した政策方針というわけでは、 決してない。経済問題が重視されたのも、共産主義の浸透を防止するためには、軍事援助や反共思想の宣伝といった直接的な手段よりも、ヨーロッパ経済の健全性回復を通じて、共産化に対する抵抗力を寛容することの方がより有効であると判断されたからであることに、留意しなければならない。前述の通り、演説の草案は懸案を長とする、 政策企画本部の報告書及びクレートン覚書を元に作成されており、上に挙げた書店にも両者の見解が大いに反映されている。クレートンは覚書の冒頭のヨーロッパの現状について、我々は物質的荒廃については理解していたが、経済的混乱が生産に及ぼす影響を十分、計算に入れることには失敗したと書き、 その影響として産業の国有化や通商関係の断絶などを例示した。そして近代的分業体制がほとんど崩壊したヨーロッパにとって消費財の流通と現地通貨への信頼性回復が必要でありアメリカからの援助がなければ経済的、社会的、政治的崩壊がヨーロッパを沈めてしまうと問いている。これらの主張はまさに マーシャル演説が援助を必要とする前提として挙げた、書店と符合する。また、飢餓と混乱からヨーロッパを救うために援助が必要であるという指摘は、演説の我々の政策は特定の国家や主義に対してではなく、飢餓、貧困、絶望、混乱に対して向けられているとの表現と対応している。PPS1 がヨーロッパ復興に関する 長期的問題について触れた件では、アメリカ政府が西ヨーロッパを経済的に自立させるための計画を一方的に立案することは妥当でも有効でもあるまい。それはヨーロッパの人々の仕事であるとし、主導権はヨーロッパから発揮されねばならないこと。アメリカの役割は計画立案に対する有効的な資源と作成された。 計画の指示とからなるべきであること、計画は西洋のいくつかの諸国家によって合意された共同の計画でなければならないことなどを強調した。これらの主張はほぼそのままの形でマーシャル演説に反映された。ただし PPS1 が西ヨーロッパとした部分は演説ではヨーロッパとなっている。PPS1 には復興計画はおそらく全ヨーロッパ。 西ヨーロッパのみならずに向けた提案として進められるで、あろうとの記述が見られること、また国務省首脳会議がソ連と距離を置くよう東ヨーロッパに求める結論を出したことを考慮すると、マーシャル演説がヨーロッパを援助対象としたのは建前に過ぎなかったと捉えることができる。マーシャルの演説内容は BBC のラジオ放送によってイギリスにもたらされた。ラジオを聞いた。 イギリスのアーネスト・ベビン外務大臣は直ちに行動を開始した。ベビンは翌日にクレメント・アトリー首相と面会し援助の受け入れについて協議した。この時点ではハーバード演説がアメリカの国策としてなされた提案なのか否かすらも明確でなかったが、アトリーは援助受け入れを即断し、本件に関する事務をベビンに一任した。これを受けてベビンは ダフ・クーパー中フランス大使に電報を打ち、フランスのジョルジュビドー外相との会談の段取りを整えるよう命じた。英仏首脳会談は6月17日からパリで開催された。両国は共に援助の詳細を決めるにあたって主導権を掌握し、自国の存在感を高めたいとの思惑を持ちながら会談に臨んだ。イギリス大使館で開催された初日の会談で、 両国は、マーシャルの提案を受け入れることで合意し、作業委員会を早急に設置することとした。同時にベビンは、国際連合の組織を通じて、援助を実施するように見せつつ、実際には、国際連合を迂回することが必要だと主張し、ビドーもこれに同意した。援助実施機関を国際連合の組織とすれば、国際連合加盟国である、ソビエト連邦が、 妨害工作を行うのではと懸念したためであった。二日目の会談は場所をフランス外務省に移して行われた。この日の主要な議題はソ連に対する扱いをどうするかであった。フランスのポール・ラマディエ首相とビドーは議論を進めるためにはソ連との協議が必要であると語り、ベビンも反対しなかった。続けてビドーが 次回の会談をモスクワで行うことを提案したところ、ソ連の協力に懐疑的なベビンは、クレムリンから肘鉄を食らうために、モスクワに行くのはごめんかぶりたいと難色を示した。この結果、イギリスとフランスはソ連をパリに招いて、会談を行うことで合意した。しかし新聞発表の際には、開催地を明かさず、イギリス・フランス外相の連名で、 ソ連にあてて、書簡を送り、ロンドンかパリかをソ連に選ばせることにした。同時にベビンはソ連が不参加もしくは日よりみの態度を表明した場合、直ちに準備委員会の設立に着手することを提案した。ソ連は、イギリスとフランスの求めに応じ、ビャチェスラフ・モロトフ外相をパリへ派遣することが決定した。これを受けて、イギリス・フランス・ソビエト連邦の参加国による、 外相会談が6月27日からパリで開催された。会談前日にパリに到着したモロトフはイギリスとフランスがソ連の預かり知らぬところでいかなる合意に到達しているのかとビドーに尋ねた。モロトフは会談初日にもハーバード演説以上の内容をイギリスとフランスが入手しているのではないかと質問した。ベビンと微動はモロトフが知っている。 以上のことは何もないとして疑念の払拭に努めた。だが、モロトフの疑惑は必ずしもこなきものではなかった。アメリカは外相会談直前にクレートンをロンドンへ派遣し、アトリーとベビンをはじめとする与党の労働党首脳と事前協議を行っていた。クレートンは対イギリス援助はヨーロッパの共同計画の中で扱われること。 対訴援助はソ連が大幅な政策転換をしない、限り行われないであろうことを言明していた。続いてモロトフは、アメリカが用意している、援助額は正確にはいくらなのか、この援助を、アメリカ議会が可決するか否かについて問うた。これに対してベビンは、借り手である我々がアメリカに対して、条件を付すことはできない。民主主義社会では、行政府は、 立法府に関与することはできないと切り返した。その後三者は以下の書店をめぐって議論を戦わせた。援助計画を大いに警戒していたソ連は東ヨーロッパ諸国が援助を絶望している状況をも認識していた。微動によればモロトフの発言には曖昧なところがあったという。しかし三日目の会議の席上でスターリンからの指令と応募式メモが モロトフの元に届けられると、モロトフは共同計画に繰り返し反対の意を示した。最終日にモロトフは、この援助計画は、ヨーロッパ諸国に対する内政干渉であり、計画執行のために設置される、委員会は各国を支配するための道具に過ぎないと、示談した。ベビンは、ヨーロッパ各国に小生状を出すつもりであることを、告げた。 こうして三国外相会談は決裂した。イギリス・フランス両国はヨーロッパ側の受け入れ体制の確立に向け動き出した。なお、ソ連が計画を拒絶した理由として以下の書店が挙げられる。三国外相会談後にイギリス・フランス両国は分割占領下の ドイツ・フランコトーチカのスペインとアンドラ・リヒテンシュタイン・モナコさん・マリノといった小国家軍を除くヨーロッパ22カ国に対しヨーロッパ復興会議への招請状を発した。東ヨーロッパからはチェコスロバキア・ハンガリー・ポーランドが参加を希望した。ソ連は東ヨーロッパ諸国に対しこの会議に参加した上でアメリカの意図を批判し、 可能な限り多くの諸国を本位させる戦術を取るよう指示したが西ヨーロッパ諸国との関係が深かったチェコスロバキアは7月7日の閣議でマーシャルプランの受け入れを決定したソ連は先の方針を撤回し受諾会議への参加をしないよう東ヨーロッパ諸国に訓令した同時にソ連はチェコスロバキア首脳との会談を要求した チェコスロバキアのゴットバルト首相、マサリク外相、ドルティナ内相は、急遽モスクワへ飛んだ。会談は7月10日の深夜0時半という、遅い時間に始まった。当初スターリンは、チェコスロバキアの置かれた状況に理解を示すかのような、態度を見せ、ソ連が会議に参加する、可能性をも示唆した。しかし話が進むにつれてその態度は降下し、ゴットバルトに対して、 あなた方はソ連を孤立化させるクワだてに参画するのか、と質問するに至った。ゴッドバルトは、チェコスロバキアが原材料輸入の6割から7割を、西ヨーロッパに依存している現状を挙げながら、外貨不足について説明し、ソ連側の理解を求めた。これに対してスターリンは、傍らのモロトフに目をやりながら、あなた方には、十分あるでしょうと笑ったという。会談は、 ソ連側の思惑通りに進み、ゴッドバルトらは当初の閣議決定を曲げることとなった。この会談を受けて、プラハでは10日午後1時から緊急会議が開催された。国民党などは会議への参加を強行に主張したが、ゴッドバルトはモスクワから再三にわたって電話を入れ、早急に会議不参加の政府決定を下すよう指示した。 午後8時、ゴッドバルトの指示通り不参加の方針が正式に決まった。この結果すでににヨーロッパ復興会議参加のために出発していた代表団はパリに降り立った直後に帰国命令を受け、トンボ帰りをせざるを得なかった。またソ連はハンガリーに対してハンガリーが会議に出席した場合、ソ連はハンガリーへの賠償請求額を釣り上げる。また、 ソ連領内に残るハンガリー人捕虜の送還を中止すると通告した。同様にソ連の圧力を受けた東ヨーロッパ諸国や国境を接するソ連と微妙な関係にあったフィンランドも参加しなかった。ソ連は東ヨーロッパ各国との間に相互通商協定である通商モロトフプランを締結して東ヨーロッパとの中退を強化しアメリカや 西ヨーロッパに対抗した。なお、ユーゴスラビアは、ソ連と決別後の1949年以降、アメリカから援助を受けている。フランス外務省本庁舎。欧州復興会議の舞台となった、大会議場は、第一次世界大戦の講和会議が開催された由緒、ある場所である東ヨーロッパ諸国の不参加の結果、最終的に会議への参加を表明したのは14。 各国となった、オーストリア、ベルギー、デンマーク、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、スイス、トルコ。これら14カ国に発起人のイギリス、フランス両国を、加えた16カ国の参加の下7月12日に、第1回ヨーロッパ復興会議が、フランス外務省庁舎内の大会議場で開催された。ソレニア。 東ヨーロッパ諸国が参加しなかったことによりヨーロッパの東西分裂を強く印象づける会議となった。同会議は参加16カ国をもって構成国とする欧州経済協力委員会の設置を決議した。委員長にはイギリスの外交官オリバー・フランクスが就任した。また復興会議は飼育の任務や性格について次のような決議をした。 シークは9月1日までに報告書を策定することを期して必要とする援助額の算定を開始した。アメリカとも頻繁に事前協議を行ったが調整作業は難航した。アメリカはドイツの潜在的経済力をヨーロッパ復興のために活用することを考えていた。イギリス・アメリカ占領区域の統合を進めることで合意していたアメリカ・イギリス両国は 同区域内での通貨統合を実現した。7月12日には、前年3月に連合国ドイツ管理理事会が設定していた、西部ドイツの工業水準の上限を1936年時点の70%から75%に制限するとの規定を撤廃し、上限を100%に引き上げることで、アメリカ・イギリス間の合意がなされていた。しかしフランスは国内に、 ドイツの軍事力強化を懸念する声が強く、また賠償に充てられる資金の削減を招く、可能性があることから、保守、革新を問わず反対が予想されるとして、この合意案に強く反発した。アメリカは8月22日から開催された、アメリカ・イギリス・フランス三国会談で、ドイツの工業水準に引き上げの代償として、フランスに発言権を付与することで妥協した。 議論は、援助を必要とする額の算定をめぐっても紛糾した。シークは、西部、ドイツや俗領をも含めた全3カ国の、アメリカ大陸全体に対する貿易赤字は、1948年から1951年までの、間に282億ドル、打ちたいアメリカ赤字は199億ドルになると、試算した。しかしこれは、 アメリカ側の予想をはるかに上回る額であった。ここに至ってアメリカはヨーロッパの自主性尊重という建前を破り、計画策定作業に直接介入した。9月上旬にアメリカは、シーク参加各国に対して共同で不足額を削減することと、また ITO 検証の理念に違反する貿易障壁を打破し、かつ国内通貨を安定させる方策を盛り込むことを、 要求した。さらに、イギリスには、ドイツの英米統合占領区域を確実に、復興計画に含めるよう求めたのである。このため、具は、復興計画の練り直しを余儀なくされた。結局報告書は、当初の期日である9月1日には間に合わず、9月22日に、完成を見た。報告書は全員分及び、本文8章からなり、参加16カ国。 西部ドイツ、各国の植民地、保護量を対象とした4加年計画として策定された。その用紙は以下の通りである。ヨーロッパ内の食料、木材供給地域の壊滅、貿易の中断、財政の不均衡、東南アジアからの食料、工業用原料供給の不足などにより、ヨーロッパは疲弊している。これらが、 第二次大戦によってもたらされたのは明らかである。大戦は世界第二位の富を有するヨーロッパに深刻な打撃を与え巨額のドル不足を招いた。ゆえに各国が自国産業を戦前の水準以上に回復させる一方で域内での経済協力を推進して輸出競争力を拡大しドル不足を是正する必要がある。より具体的には 既存の物的、人的資源の活用、生産設備の近代化、インフレ抑制などの対策を講じることが重要である。これらの施策により、国内の財政安定に努め、将来的には、各国通貨の交換性回復を目指す。また、現在は、域内の通商が制限されているが、生産回復などによって条件が整った時には、これを地滞なく撤廃し、 多角的貿易体制を確立する。ヨーロッパ関税同盟については、今後可能性を検討する。参加各国は輸入の45%をアメリカ州に依存していたが、東南アジアや東ヨーロッパからの供給減少によって、今後台米依存度が高まり、ドル不足を拡大させる恐れがある。これを改善させるためには、アメリカからの援助が必要である。特に、 初年度の援助が決定的に重要な意味を持つ。そして9月22日にシークの報告書はヨーロッパ復興委員会の全体会議に提出された。全体会議は報告書を承認し、国務省に送付した。アメリカとの対立が見られた不足額の算定に関しては4年間で224億4000万ドルと推計し、 国際機関からの援助を除くと193億1000万ドルになるとした。なお、通貨の交換性回復に関しては、7月にイギリスが英米金融協定の規定に基づきポンドの交換性回復を宣言したしかし、多額の資本流出を招き、わずか1ヶ月余りで交換性の再凍結を余儀なくされた。対して、ベネルクス三国は10月に、 いち早く関税同盟を結成し、翌年発行にこぎつけた。一方アメリカ側も援助の規模について独自の調査をしていた。ハーバード演説から半月余りの6月22日にトルーマンは3つの大統領諮問委員会の設置を発表した。ジュリアス・クルーグ内務長官を長とする委員会。アメリカの保有資源の言響について調査するとともに、対外援助が アメリカの安全保障や国民生活にいかなる影響を及ぼすかを検討した。大統領経済諮問委員会委員長、エドウィン・ノースを長とする委員会。対外援助がアメリカの消費や物価に与える影響について調査した。アベレル・ハリマン省務長官を長とする委員会。アメリカが供与し得る援助量の上限はどの程度かという問題などについて検討した。 同委員会は、全2社と異なり、実業家や学者など民間人で構成されていた。クルーグ委員会は、援助が行われた場合、国内の小麦、鉄鋼、石炭などの供給量が一時的に不足するが、5年間のうちに、現状回復させることが可能であるとして、アメリカは巨額の援助に耐えられるとの見解を示した。ノース委員会も、同様の結論に達し、対外援助は、 国債の新規発行や増税を伴うことなく、遂行できるとした。ハリマン委員会は、アメリカヨーロッパ間の輸出入の不均衡を是正するためには、インフレの恐れがあろうとも援助が必須であると、勧告するとともに、援助の条件として、民主主義の保持を挙げたことに特徴があった。また、1948年から1951年の4年間に、西ヨーロッパが、 アメリカ大陸に対して追うでやろう、負債額を120億ドルから170億ドル、うち1948年分を70億ドルと見積もった。会員は、上記の3委員会とは別に、クリスティアン・ハーターを長とする、対外援助特別委員会、通称ハーター委員会を独自に設置し、2ヶ月にわたってヨーロッパを視察するなど、調査活動を行った。 他の議員団もヨーロッパに渡っており、その中には若きリチャード・ニクソンの姿もあった。シークが報告書を完成させたことにより、援助に関する焦点は、アメリカ議会が承認する援助の金額や期間が、どの程度となるかに移った。緊急援助この頃、フランス・イタリア両国では、国際収支が悪化し、外貨が年内にも底をつくとの観測が流れた。 夏の干ばつのために穀物生産も激減し、アルベルト・タルチアーニ中アメリカ大使は、アッツソンの公認のロバート・エラベット国務次官に対し、このままでは11月の輸入手当も行えなく、なってしまうと求情を説明した。これを受けて、アメリカのトリューマン大統領は10月23日に特別議会を召集し、フランス、イタリア、オーストリアの3カ国に対する、 緊急援助として、1948年3月末までに5億9700万ドルを拠出するよう求めた。この緊急援助をめぐり、議会では、援助額の削減を求める意見が出され、激しい論戦が展開された。最終的に原案より7500万ドル、減額するとともに、中国を加えた援助とすることで妥結した。 調整案は12月15日に上下要因で可決し、これにより法案は成立した。法案が守備よく議会を通過した要因として、ヨーロッパで共産化の動きが加速したことが挙げられる。8月31日に、ハンガリーで共産党が第3党から第1党に躍進した。また9月22日から27日にかけて、ヨーロッパ9カ国の共産。 労働者党代表は、ポーランドのシクラルスカ・ポレンバで、秘密裏に会談を行い、コミンフォルムの設置を決定した。11月7日にはルーマニアで、共産党が政権を掌握した。コミンフォルム結成大会の際に、ソ連共産党代表アンドレージ・ダーノフは、マーシャルプランは、国際的協調の正常な原則に反しヨーロッパの、 多数の国々をアメリカ資本主義の利益のもとに従属させようとする意図を秘めているとの見解を表明した。また、未だ政権を掌握できずにいることなどを難喫され、自己批判を迫られたフランスとイタリアの共産党は政府批判を強めていた。フランスでは共産党が第一党の座に躍り出ており、連立内閣に圧力をかけていた。 1947年1月に成立したラマディエ内閣は年を越すことなく11月に崩壊してしまう。イタリアでも同様に共産党が政権を伺う位置につけ武力による政権奪取の可能性を示唆していた。国際復興開発銀行役員のピエールマンデスフランスは我々を助けてくれたのは共産党だったと語っている。議会再開。 1948年対外援助法の第1ページ。アメリカ合衆国第80議会第2会期は1948年1月6日火曜日にワシントン市で開会審議されたとある特別議会最終日の12月19日にトルーマンは特別教書を議会に提出した。トルーマンはこの教書で過去20年間の苦い経験が教えるところでは アメリカ合衆国ほどの強力な経済でさえも、貧困と欠乏の世界の中で繁栄を維持することは、できないと指摘した。そして1948年4月1日から1952年6月30日までの間に、西ヨーロッパ16カ国に170億ドルを、供与する、要要求するとともに、援助の実施機関として、経済協力局を設置する提案を行った。 年が明けて1948年1月6日に第80議会が再開された。トルーマンが提出した一般教書は援助全体のうち初年度分に相当する15ヶ月間の援助のみを要請し、主にこの援助内容の是非をめぐる論戦が交わされた。この時も会の中心に援助額の削減を図る主張が相次いだ。また中国。 ギリシャトルコに対する追加援助と抱き合わせにすべきだとする主張も強かった。一連の議論の間、議会の外では援助法案の成立を側面から支援する動きが現れた。1947年10月末にヘンリー・スティムソン元陸軍長官を全国委員長とするヨーロッパ復興を支援するためのマーシャルプラン委員会なる支持委員会が結成された。 委員会は、総勢334名からなり、執行委員会には、国務次官を辞任して間もないアチソンやパターソン前、陸軍長官が名を連ねた。また全国評議会には、GEIBM や、JP モルガン、チェースマンハッタンなど巨大企業の代表のほか、報道関係者や、放送関係者、有力労働組合代表など、多様な分野から参加者が集った。 同委員会は、法案成立までの間に15万ドルを超える寄付金を集め、マスメディアを通じた宣伝やロビー活動を展開した。一方援助を大きなビジネスチャンスと捉える海運、タバコ、製粉などの業界は、援助物資の購入、輸送の際に有利な措置が得られるよう、法案の指示と引き換えに交換条件を提示した。バンデンバーグが委員長を務める、 上院外交委員会では、第80議会再開後の公聴会に95名の証言者が出席し、マーシャルも証言をなして、法案可決を訴えた。同様に、会員の公聴会では175名が証言した。しかし共和党のロバート・タフト上院議員や、ヘンリー・ウォレス前商務長官は、こうした動きに強硬に反対した。孤立主義者をもって認ずる、保守派のタフトは、 インフレや増税など国内経済への悪影響という、県知から反対の論人を張り、効果のほどの怪しい事業に、大量の資金をばらまくマーシャルプランは、欧州版 TVA であると非難した。ただし、共産主義の膨張抑制を期待するタフトは、適度な額の援助であれば支持するとの意向を示した。米ソ協調を施行するウォーレスは、ハーバード演説直後は、 計画を指示したが、ソレニア、東ヨーロッパの不参加が明らかになってからは態度を硬下させた。ウォーレスは、政府が考えるような援助方式では、独占資本ばかり寄りする上に、強行や戦争を招く危険があるとして、マーシャルプランを、マーシャルプラン、戦争計画の意。発音は、マーシャルプランと同一と呼んだ。これに代わる、独自案としてウォーレスは、 10年間で500億ドルの援助を国連経由で実施するという構想を提唱し、被災の程度が著しい国に優先的に援助を供与すること、援助対象には東、ヨーロッパを含むこと、対象国の政治体制の遺憾を問わないことを力説した。この頃、チェコスロバキアでは政変が発生し、民族戦線内閣が崩壊した。 1948年2月に共産党員であるのセク内省による警察官秘免に反対した国民社会党、カトリック人民党、スロバキア民主党の閣僚12名が一斉に辞表を提出した。エドバルド・ベネシュ大統領は25日に辞表を受理し、同日第二次ゴットバルト内閣が成立した。翌月10日にはマサリクが外務省構内の窓から 墜落死した。警察は飛び降り自殺と発表したが、マサリクが非共産党員であったことから、共産主義者による暗殺ではないかとの憶測を呼んだ。アメリカメディアの間では、戦争を懸念する論調が広がり、アメリカ軍は、ソ連のヨーロッパ侵攻を想定した緊急計画の策定を開始した。西ヨーロッパ的民主主義志向の強かった。 チェコスロバキアでの共産党政権誕生はアメリカ議会にも衝撃を与え共産主義の脅威から西ヨーロッパを防衛する必要性が議論された。ウォーレスの反対にもかかわらず議会の体制は法案指示に傾いていた。法案は3月に行われた採決の結果上院で賛成69、反対19、また下院で賛成329、 反対74と圧倒的な支持を獲得し、4月3日にトルーマンの署名を経て1948年、対外援助法として成立した。同法は、ヨーロッパ援助53億ドルをはじめとして、対中国援助4億6300万ドル、対ギリシャトルコ援助2億7500万ドル、国連国際児童緊急基金への支出6000万ドルの、 計60億9800万ドルを供与することを定めており、うち第一章に当たる部分が1948年経済協力法としてヨーロッパ援助を規定する内容となっていた。なお同法は援助対象地域を共同計画の参加諸国、対象期間を1952年6月末までと規定し、アメリカは物資、 資金の両面から援助を行うとした。エッセが作成したマーシャルプランの宣伝ポスターの一つ。羽に参加各国の国旗が描かれた風車が各国の結束を表す。ジャックはいかなる天候であれども我々は動かねばならない。共にヨーロッパ諸国は3月に第2回ヨーロッパ復興会議をパリで開催し、 ドイツの内ソ連占領区域を除く部分を援助対象とすることを決議した。同時に援助の受け入れ体制を整えるためにシークの改装に着手し、翌月16日にシーク参加16カ国と西部ドイツの計18カ国を原価名国とする新機構の欧州、経済協力機構の設立を決議した。初代理事長には、 ベルギー首相権外相のポール・アンリス・スパークが選出された。エグは、シークに引き続いて、パリに本部を置き、加盟各国の援助計画策定を支援するとともに、アメリカの承認を受けることを条件として、援助資金を加盟各国に分配する任務を負った。援助実施機関たるエッセは議論の結果、国際連合に加盟していない西部ドイツが、 援助対象に加わったことを理由として、国際連合の機関ではなく大統領直属の機関とし、議会内に監視委員会を置くことを決定した。エッセ長官にはクレートンが就任する可能性も取り沙汰されたが、ハリマン委員会委員でもあったスキュードベーカー社長ポール・ホフマンが最終的に選ばれた。また、在ヨーロッパエッセの代表にはハリマンが 同特別代表代理には、ウィリアム・フォスター商務次官が任命された。エッセは、ワシントンに事務所を置き、エグや、その参加各国が作成した援助計画について、審査と最終決定を成した。外国政府や企業への融資に協力する銀行に、対しては、エッセによる消化にを保障する約束条を発行した。また、 参加各国には大使に準ずる地位を持つ施設が駐在した。アメリカはイタリアとの間に経済協力協定を締結したのを皮切りにヨーロッパ各国と順次二国間協定を締結した。その際、援助物資の50%はアメリカの船舶によって輸送すること、援助物資をもとに生産した商品を共産権に輸出しないことなどが定められた。 非援助国は受け取った直接贈与による援助額と同額の自国通貨を自国の中央銀行に政府名義で開設した特別勘定に積み立てることが義務付けられた。この積み立て金を見返り資金と呼びアメリカが金額を通告すると同時に積み立てることとされた。積み立て額のうち95%はアメリカの承認を得た場合にのみ使用を許され、 財政健全化や生産促進のために支出された。残る5%はアメリカが使用することを前提として留保され、エッセの海外行政費や戦略物資購入費、情報収集費に充てられた。1951年6月30日までに、見返り資金の総額は約70億ドルに達し、次のように支出された。 見返り資金の使途に関する各国の対応を見ると、イギリス、オランダ、ノルウェーなどでは大部分が国債の償還のため、フランス、西ドイツ、イタリアでは設備投資のために資金が充当された。対戦直後の西ヨーロッパでは停滞していた、域内貿易の活発化を図るため、自国通貨の交換性回復が望まれ、アメリカも地域統合と通商自由化の連動を期待した。 しかし上述の通り、イギリスがポンド交換性回復宣言を直後に撤回するなど、実施には多大な困難が伴った。1947年10月にエグナ内に設置された決済協定委員会は会合を開き、多国間決済を促進するための新制度を導入する必要性があることを確認した。これを受けて11月18日に、 フランス、イタリア、ベネルクスの5カ国が第1次、多角的通貨総裁協定に調印した。マーシャルプラン3カ国の多くもこれに加わり、協定は1947年末に実施段階に入った。協定の成立により、加盟国同士が、域内貿易で得た黒字を域外貿易での決済に利用することができる仕組みが整えられ、ドル不足の状態でも各国は、 通貨の交換性回復を行わずに多角的決済を行うことが可能となった。運営資金はマーシャルプランの資金から繰り入れられ国際決済銀行が決済代理事務を担当した。協定は1948年と1949年の二度にわたって改められ、1950年には欧州決済同盟が設立された。エップ協定の有効期間は 当初2年間と定められたが、その後毎年更新され、マーシャルプラン終了後の1958年まで、機能した。進行する北朝鮮軍に、M、M101-105mm 榴弾砲で応戦する、国連軍。1950年7月26日1950年代に、入ると、対外援助の性格は変質してゆく。その大きな契機は、朝鮮戦争であった。 ベルリン封鎖に橋を発したドイツの東西分裂の固定化などを通じて、すでに東西世界は対立の様相を鮮明にしつつ、あった。ソ連の原爆保有発覚、国境内戦での中国人民解放軍の勝利は、西側世界に衝撃を与えた。一方アメリカと西ヨーロッパ諸国は、北、大西洋条約機構を設立し、アメリカは西ヨーロッパに対して、 大きな軍事的影響力を保持した。国務省内では、ケナンの影響力が著しく低下した。マーシャルの後を継いで国務長官に就任したアッチソンは、マーシャルほどケナンを徴用せず、また軍備拡充に努めた。ヨーロッパの東西分裂の高級化を懸念したケナンは、ドイツの再統一と非武装化を主張するが、省内での不評を買った。 自ら構築したヨーロッパ分割論に圧倒されて、省内での地位を失ったケナンは、後に国務省を去ることになる。東西の軍事衝突を差し迫った危険とする認識が、アメリカ国内で強まるにつれ、西ヨーロッパの経済復興の優先順位は、次第に再軍備よりも下に置かれるようになっていった。そして1950年6月に、冷戦下の世界にとって、 初の大規模戦争である朝鮮戦争が勃発するに及んでアメリカの援助政策は軍事援助重視型に急速に傾斜した。共和党は1948年の選挙では民主党に大敗したが、1950年の中間選挙では民主党との差を大きく縮めて勢力を盛り返し援助政策への圧力を強めた。 1951年6月にエッセが議会に対して言った第13次報告は諸国自らの努力と1948年以来の経済援助を通じて獲得された利益を維持しかつ増大せしめながら拡大する経済の枠内で西ヨーロッパの再軍備を支援していくことが経済協力局の目的であるとしエッセの目的が転換したことを自ら示した 同年10月にアメリカでは相互安全保障法が成立した。年末にはエッセが廃止され、ハリマンを長とする相互安全保障庁が設置された。これによりアメリカの対外援助は相互安全保障法に基づく援助に一元化され、非援助国は軍事、経済援助の条件として防衛力の強化を義務付けられた。1952年1月には、 総合安全保障庁の出先機関として、在王特使事務所がパリに設置され、ウィリアム・ドレーパーが、初代特使として着任した。以後援助計画の調整事務は、同事務所が行った。供与される援助も、軍事援助の額が急増した。表一は1948年4月3日から1951年6月30日までに、アメリカ政府が援助のために、 予算に要求した額、アメリカ議会が大統領に支出権限を付与した額、及び支出可能基金として計上された予算の総額である。援助資金は毎年議会の議決を経て予算化され、3年3ヶ月間の予算として125億3490万ドルが計上された。欧州復興にとって最も重要な時期とされた初年度には、 約半額が計上され、次年度以降は減少した。初年度には、食料、飼料、肥料、燃料が、主に供与され、救済的性格が濃厚であった。次年度以降は、工作機械や人的資源の投入量が増加したが、なおも、大半の国では、人民の生活維持という課題が完全に、解決できずにいた。援助のうち8割は直接贈与、約1割は、 エプを通じて他の参加国に引き出権を与えることを条件とするぞうよという形態を取った。また、約1割を占める借款は返済期限33年、利率2.5%の条件で貸し付けられた。このほかアメリカ企業の対ヨーロッパ投資を活性化させるべく2億ドルの投資保証基金が設けられたが、利用実績はかんばしくなかった。 表には1948年4月3日から1951年6月30日までにアメリカが供与した贈与、借款の総額である。なお、援助額には諸説あり、算出の対象時期をいつから、いつまでに設定するか、MSA 援助として供与された分の扱いをどうするかなどといった要因によって、様々な数値が示されている。下表は、 商務省の調査及び経済企画庁の調査に基づく。なお、オフした欄は一部に推計値を含む。また、ドイツとは、ソ連占領区域を除いた部分を指す。GNP 総額欄には、1948年から1950年までの3年間における、各国の GNP の総額を、また、対 GNP 比欄には、 GNP 総額に対する援助総計の比率を示している。この表によると、期間中にアメリカが供与した援助の総額は102億6000万ドル。そのうち実に89%を無償援助が占めていた。国別の援助額を見ると、最大の非援助国であるイギリスが援助総額の4分の1以上を占めた。以下フランスドイツイタリアと続く。 対 GNP 比では、オーストリア、ギリシャ、オランダなどが高い値を示している。対して供与する側であるアメリカの1948年から1950年までの GNP 合計額は8103億ドルで、3年余りの間に供与された、援助額に対する負担割合は年平均で1.3%に止まった。 1947年度のアメリカの歳出総額と比較すると援助額の割合は3割弱となる。援助の大部分は商品の形で供与された。物資の内訳は次の通り。原材料、半製品33%、食料、飼料、肥料29%、機械、輸送機器17%、燃料16%、その他資材5%。 また、これらの物資の調達先は、アメリカ69.7%、カナダ11.8%、ラテンアメリカ7.7%、ヨーロッパ4.3%、その他6.2%となっている。この当時アメリカの商品供給能力は、他の諸国を圧倒しており、援助物資は主に、アメリカから調達された。すなわち、アメリカ政府は巨額の資金を負担したが、 その多くはアメリカからヨーロッパへの輸出によって国内に貫流したことになる。なお最後に挙げた6.2%のほとんどは中東産の石油であった。この頃のアメリカは世界最大の産油国であったがアメリカ産石油はもっぱら旺盛な国内需要を満たすために用いられたため急速に油田開発が進行していた中東の石油がヨーロッパに振り向けられたのである。 なお、根拠となっていた、対外援助法第112条第 B 以降は、その後の供給量増加を背景として、国内産油業者から修正を求める圧力が、加わった。結局条文が修正されることはなかったが、解釈の変更によって、国内業者にも輸出への道が開かれた。対外援助による、輸出の国内生産に占める比率を商品別に見ると、航空機、 綿花、小麦、車両、肥料などが高い比率となっている。中でも、綿花と小麦はヨーロッパ市場に提供する余力が十分にあったため、炎上物資の中心となった。裏を返せば、このことはヨーロッパがアメリカの余剰生産物の裁け口として機能したことを示している。なお、クレートンが余剰生産物市場の確保の必要性を指摘していたことは、 すでに述べた通りである。表3はアメリカが1946年以降に供与した経済援助の地域別ち分けである。なお、各数値の総和が合計乱と一致しないのは地域区分不能の部分が存在するためである。この表によるとヨーロッパへの援助はどちらの期間でも全体の3分の2を超える高い割合を示しており、 この時期のアメリカの対外援助政策はヨーロッパを極めて重視するものであったことがわかる。なおワンリなどを通じて東ヨーロッパやソ連にも供与されていた援助はマーシャルプラン策定と気を一にして激減しておりヨーロッパ援助のほとんどすべてを西ヨーロッパ向け援助たるマーシャルプラン援助が占めていた。マーシャルのハーバード演説に至る過程から見て取れるようにマーシャルプランは イギリスの危機、ドイツ問題、貿易自由化問題の3つを契機として策定された。援助対象をヨーロッパと決定する上では、ドイツ問題の難航に対するマーシャルの危機意識と、彼の命により設立された政策企画本部の報告が直接的な影響を及ぼした。また、ヨーロッパの中でも西ヨーロッパに限定した援助となったことに関しては、 貿易自由化問題に関連してヨーロッパを視察したクレートンの状況認識によるところが大きい。戦中、戦後を通じてアメリカが供与した主樹の援助は続発する混乱に対応すべく場当たり的に実施された面がある。マーシャルが演説で語ったように救済援助は様々な危機が起こるたびに断片的になされるものであってはならないのであり。 マーシャルプランによってアメリカの援助政策は長期的な資座や戦略性を獲得したのである。その狙いは多岐にわたっているが主要な論点について以下で考察する。すでに見たように政策企画本部はヨーロッパ社会をしてあらゆる全体主義運動の餌食になりやすくしており、かつ今そこをロシア共産主義が付け入りつつある経済的。 適応性のまずさに対する戦いを目指さねばならないと、時、またクレートンは、飢餓と混乱からヨーロッパを救う必要があると述べた。両者は共に、直接的な問題は、経済危機にあるとして、軍事援助ではなく経済援助を勧告している。しかし、その意識の根底には、共産主義の浸透防止という目標が存在していた。マーシャルプランが、 反響政策と呼ばれるゆえんである。ゆえに援助は自由主義経済体制の再建に資するべきであり、対象は西ヨーロッパに限定されることとなった。とはいえ、ソ連や東ヨーロッパを計画に含めるべきか否かについては、1947年当初の段階では、国務省首脳らの間でも意見が割れていたようである。ハーバード演説もこれらの地域を明確には、 排除していない。さらに、マーシャルは演説の翌週に行った、記者会見の席上、ヨーロッパという言葉には、イギリスもソ連も含めてより、アジアより、西方の全てを含むと述べた。このことは、ヨーロッパ分裂の責任をソ連及び東ヨーロッパに、帰する解釈を生んだが、文書公開によって明らかにされた、立案過程に照らせば、健全な経済の回復こそが、 共産主義の浸透を跳ねのけるとする認識と同時にアメリカがヨーロッパ分裂の攻めを負うべきではないとの認識がハーバード演説以前から存在していたことがわかる。すなわち表向きはソ連を排除せず、しかし内心ではソ連の側から席を蹴ることを期待していた。東ヨーロッパについてはすでに述べたように流動的な要素を残していたものの参加を期待する様子は さほどなかったと言ってよい。当時のアメリカ議会は共和党の力が強く、ソ連が参加すれば援助法案は共和党の圧力によって廃案になった可能性すらある。にもかかわらずソ連の参加を容認するかのようにも読める表現をなした背景には現在のソ連の体制ではこのような援助の提案を受け入れることはできないであろうとのアメリカ側の読みがあった。 この点では、ケナンラの体操認識が強く反映されたと評価できる。それにしても、以上のような対極的な見方には、様々な横槍的事象から意義が唱えられて良い。古く、ロシア革命の時には、FRB の設立に関係した、銀行家がボリシェビキを援助している。また、国際決済銀行がドイツから賠償金を、 回収しなければならなかったことから考えれば、マーシャルプランで東ドイツも援助する必要があった。そして、西側陣営のフランスにはソ連が支配する北欧商業銀行が存在し、この銀行は融資先を通じてマーシャルプランの恩恵を受けたはずである。当陣営は1950年に資金をこの銀行へ避難させている。しかし、当局の監督が 消極的で、そもそもソ連がパリに堂々と銀行を持てるわけがよく、分かっていないことから考えると、この銀行へ資金を集中させる秘密合意があったことになろう。アメリカの全体外援助支出が GNP に占める比率は、1947年の2.7%が最高であった。 以下1948年2.1%、1949年2.4%、1950年1.6%と、前言しており、アメリカはさほど大きな負担を負うことなく、援助を遂行することができたと見て差し支えなかろう。ただし援助負担の継続を理由として、本格減税の先送りや、国際召喚の繰り述べがなされたことに留意する、必要がある。 S 世代9次報告書によると、エグ加盟国の高校業生産は1938年の水準に比して1947年は107%、1949年は129%に増加した。しかし反面、失業者数はさほど減少していない。援助への依存から早期に脱却するよう迫られた各国が産業の合理化を進めたことが、 主な要因として挙げられる。生産の回復も、去ることながら、マーシャルプランは貿易の振興をも、目的としていた。クレートンの覚書は、ヨーロッパが、巨額のドル不足を抱えていることを指摘し、貿易収支の不均衡問題の解消が重要で、あるとした。ドル不足が進めば、ヨーロッパは、海外物資の輸入を縮減せざるを得ない。その影響は、ヨーロッパ諸国を、 貿易相手としているアメリカにも及び、アメリカの経済が低迷する恐れがある。国内の購買力のみでは、アメリカの農耕業生産を消化するのは困難であるが、大戦前には、アメリカの輸出総額の42%を占めていた。ヨーロッパ市場は極度に沈退していた。ヨーロッパへの援助は、アメリカのためにも必要であった。 そしてマーシャルプランほどの大規模援助を成し得る国は、アメリカ以外には存在しなかったのである。実際、援助物資は、大半がアメリカから送られ、利益が国内に還流している。もっとも、アメリカ国民の税負担を基礎とする以上、単なる事前事業にとどまらず、アメリカの利益に貢献することが要求されるのは、むしろ自然なことであろう。 1947年5月8日にアッチソンはミシシッピ州クリーブランドのデルタ会議で再建の必要条件と題する演説を行った。ハーバード演説の宣伝をつけたとされるこの演説でアッチソンが示した危機認識もクレートンと同じく貿易不均衡問題に向けられていた。アッチソンは1947年のアメリカの 輸出総額を160億ドル、同じく輸入総額を80億ドルと、見積もり、80億ドルにも上る差額の削減のため、関税の相互引き下げやアメリカの輸入拡大とともに、対外援助が必要であると論じている。援助の結果、1950年時点で、参加諸国のドル不足は70億ドル以上、改善された。ただし、 その後の再軍備の進展を背景に、翌年には10億ドル以上の悪化を示している。クレートンは同時に、貿易自由化を推進するためにマーシャルプランを活用する構想を持っていた。世界最大の面課商会を率いた経験から、クレートンは、アメリカヨーロッパ諸国のブロック経済体制や保護、貿易政策を打破することを意図していた。ITO 設立の前段階たる。 国連貿易雇用会議準備委員会にクレートンが出席していたことはすでに述べた通りであるが、彼はマーシャルプランと ITO との間に相互補完的な関係を見出していた。ITO は国際通貨基金、国際復興開発銀行と並ぶブレトンウッズ体制の中核機関として設立の構想が進められた。1946年11月には、 キューバの首都ハバナで国際貿易雇用会議が開催され、翌年3月に検証の調印がなされるまでに至った。しかし構想を主導したアメリカが議会の承認獲得に失敗したことなどが影響し、流産の浮き目にあった。このためマーシャルプランを貿易自由化と連動させようとするクレートンの目論みは挫折した。マーシャルプランの大きな特徴は、 二国間の個別援助ではなく共同計画として行われたことにある。先の大戦の経験を踏まえ、伝統的なドイツとフランスの核質をはじめとする安全保障上の懸念材料を可能な限り除去することがアメリカの狙いであった。アメリカによる一方的な援助との印象を払拭することも目的の一つとして指摘できよう。 共産主義の浸透を防ぐためには、統合されたヨーロッパの方がより効果があるとの認識も、共同計画を推し進める要因となった。また、ドイツ政策として賠償の取り立てよりも、援助の供与を優先させた背景には、ドイツの潜在的経済力は、ヨーロッパ復興の大きな鍵であり、これを全体計画の中で有効に活用する、必要があるとの認識があった。 マーシャルプランはヨーロッパの東西分裂を助長する結果を招いた。反面、西ヨーロッパに限って言えば地域統合を促した。もっとも完全な統合にはほど遠いものではあったが、欧州石炭鉄鋼共同体の形で若干の進展を見た。それは長期的に見るならば、後の欧州連合結成につながる流れを形成したと言えよう。マーシャルプランの研究は、 これまで多くの論者によって、とりわけ外交史の分野から展開された、初期の研究で主流となったのが、次のような考え方である。すなわち1940年代後半のアメリカは、ソ連の膨張主義的傾向から、自由主義、民主主義世界を防衛するために、封じ込め政策を展開しており、政治的には、トルーマンドクトリン、経済的には、 マーシャルプランがその手段とされたという見解である。このような見解を取る者は正当派と呼ばれた。ベトナム戦争を契機としてアメリカ帝国主義によるヨーロッパへの介入という見地からのマーシャルプラン研究が進められた。こちらは修正主義派と呼ばれ代表的な論者はニューレフトの歴史学者ガブリエル・コルコ、ジョイス・コルコの夫妻である。 夫妻は以下のように主張するアメリカは大戦を通じて、自国内だけでは到底吸収しきれないほどの生産能力を持つに至った。いかに自国経済が堅調であるといえども、商品や資本の輸出先が確保されなければ、アメリカ資本主義は維持し得ない。ゆえに、輸出市場としての西ヨーロッパの再建を求めたアメリカは、 その手段としてマーシャルプランを用いた。つまりソ連の存在とは関係なく、アメリカは西ヨーロッパへの援助を必要とした。ベトナム反戦運動に関わった政治学者陸ブ三郎は、マーシャル計画が荒廃したヨーロッパ諸国の資本主義経済を復興させる上で極めて大きな役割を果たしたことは否定できないが、それは、 ヨーロッパ経済を軍事化の方向に定着させるという方向においてであり、北大西洋条約機構の成立、MSA の実施を必然化した。マーシャル計画は第二次世界大戦後の時期におけるアメリカ資本による世界政賞の最も有力な手段であったと結論した。また、東洋大学教授の山際清は、 マーシャルプランがフランスに及ぼした影響について、マーシャル計画ではもともと軍事援助が優先されて、援助を受けた国々の軍事支出の増加が期待されていたから、フランスの軍事費支出は増大し、すでに進行しつつあったインフレーションはこのためかえって悪化した。また戦後の社会化政策は放棄され、物価と賃金の格差に悩む労働者のストライキは抑圧されたとしている。 このように、正当派と修正主義派は、マーシャルプランを、ソ連共産主義からのヨーロッパ防衛の手段と見るか、アメリカ帝国主義によるヨーロッパ介入の手段と見るかで対立したが、両者は共に、冷戦思考の枠内で議論しており、米ソ対立を主軸にした、マーシャルプランの解釈がなされていた。これに対しトマス・マコーミックは、国家間の関係にのみ注目して、 米国外交史を論ずる姿勢を批判し、コーポラティズムという視点の重要性を提起した。マイケル・ホーガンも同様にコーポラティズム論に基づくマーシャルプラン論を展開した。ホーガンによれば、戦艦機を通じてアメリカ国内ではコーポラティズムが形成された。これをヨーロッパにも適用し、ヨーロッパ体制をアメリカ型に再編する試みがマーシャルプランであった。 この試みは、朝鮮戦争を契機とした、再軍備の広がりや、西ヨーロッパ諸国の保守層からの反発によって、頓挫するが、ある程度の効果が得られた。このような、アメリカに、コーポラティズムが存在したとの見解に対しては、チャールズ・メイヤーやジョン・ギャディスが反論を加えている。経済史の分野でも研究が進められてきたが、マーシャルプランが、 西洋の経済復興に果たした役割については、概ね肯定的な評価で占められていた。しかし1970年代以降、マーシャルプランは本当に復興に貢献したのか、ヨーロッパは本当に援助を必要としていたのかと問う、ものが現れた。ベルナー・アーベルースハウザーは、西部ドイツの経済復興は、マーシャルプランの提唱以前に始まっていたとして、 マーシャルプラン及び通貨改革が西部ドイツの復興に寄与したとの通説に反論した。またアラン・ミル・ウォードはヨーロッパは投資や生産の活性化によって一時的に外貨不足に陥ったに過ぎない、すなわち西ヨーロッパ経済は1946年時点ですでに復興過程に入っていたとしてマーシャルプランがヨーロッパ崩壊の危機を救ったとの見方に疑義を呈した。 またヨーロッパ統合構想もヨーロッパの側から自制したものであってアメリカ主導でなされたわけではないと主張した。以後、少なくとも経済史の分野においてはマーシャルプランの経済効果を絶対視する見方には揺らぎが生じている。ポツダム会談に臨む米英ソの首脳空輸物資を乗せてテンペルホーフ国際空港に降り立つ C-54。 輸送機と、それを迎える西ベルリン市民、ここに掲載していない文献については、中の中で適宜示した。米国政府文書関係者による、回顧録研究所、論文等、ありがとうございます。